どうも、Tチャンネルです。皆さんはトーストを焼いた時に出来上がったものを皿に乗せて、それでマーガリンやら何やらを用意してるうちに1分ほども経って何もかかわらず準備が終わって皿から外すと、オーマイ昆布、こういう経験ありませんか？もう自分はですね、香水滴がつくのがすんげー嫌なんですよ。なんでかっていうと、水滴がつくってことはこのトーストの下の部分がしなしなになってサクッてやらないってことですよ。だからこれも、まあそりゃ裏面をこんだけこんがり焼いたらそれはなりますけど、だからこれを以前カマンベールを丸ごと焼いたトーストを紹介した際に、サブチャンネルの方でこの水滴がつくの困ってるんですよみたいなのをやった際に、視聴者の方からですね、こうしたらいいんじゃないですかっていうアイディアのコメントをいくつかいただきまして、その中で自分が気になったのは、この盛り付ける皿を温めたら水滴つかないんじゃないですかっていうのがありまして、なんかこの盛り付ける皿をレンジで温めたらトースト乗っけても水滴つくのことはないっぽいんですよ。なので今回はそれを検証してみたいと思います。というわけで、何も乗ってない皿をレンジに入れるっていうのはなかなかシュールな絵ですけども、ひとまず 750W でじゃあ 2,3 分ぐらい温めてみますか。さあ3分間温め終わりました。皿の方はすっかっ、わーちゃ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 、これはすこぶる熱い、ジューって言ってる。というわけで改めてトーストも焼きました。今度はね、裏面もちゃんと同じぐらいの焼き色です。これぐらいだとね、ほんと水滴つくとしなしなになるんですよ。ではこれを皿に乗っけて、そうですね、じゃあ1分ちょい待ってみましょう。やべえ、自分が酔った。さあというわけで1分少々経過いたしました。この時点で先ほどのトーストはもう完全下の方に水滴がついちゃってました。さあ今回は一体どうなってるのか、オープン。おお、おお、ついてない、全然ついてない。というわけで見てください、表も裏も同じぐらいの硬さですよ。いただきます。うん、サックサク、これはいいですね。だってパン焼いてる間にお皿をレンジで温めればいいわけですからね。というわけでトーストの水滴に悩んでる皆さん、ぜひともこの方法を試してみてください。ただ難点は、結構時間経っても皿チンチンに熱いんで、食卓に持ってくるときは鍋つかみとかそういうの持って運んでください。トントタラ